サントリーオールドの歌うことなのか。ロンドンリオデジュビダで。冷蔵庫の。はい。あとなんか無駄や。お会いしたことあります。今日はどこの角打ち行くかな。この2000円で楽しめるお店に行く。はい、どうもポンポンです。今日はこちらの三泉商店街の名店をご紹介します。三泉商店街の由来は、2つの地域にまたがる三軒屋と伊豆王の柱文字を取って三泉商店街というらしいです。今日はどんな出会いがあるんでしょうか。今日行く角打ちはこちらの酒の実り屋さんです。すいません、お邪魔します。ここへね。あ、いいんですか。今日は一人。今日も一人です。東京から来た。いや、めっちゃ大阪です。会社でね、見たって言われたりね。冷蔵庫のあれも美味しいもんいっぱいあるから、はい、あれ一部何にしよう。中入ってスマホは。あ、お酒はあれですか。あ、ハイリキあるんですか。ハイリキやね。あ、じゃあハイリキ飲みたいです。あ、全然すか。お茶飲んできますけど。あ、こんなキンキンして、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。全部映ってる。映ってます。俺は喜ぶわ。そうですね。はい。本当に入れていただいたお酒ほど美味しいものはないですよね。あ、飲んでもいいですか。なんか言うとまだまだちょっと飲んでないで、飲んでもいいですか。マジか。それでは今日もご自宅で飲んでる方も一緒に飲みましょう。お疲れ様です。乾杯。あとなんか無駄や。せっかくここあて、あて美味しいからな、伊勢川さんな。うまい。ママ帰ってきた。うん、ママが。あ、すいません、動画撮らせていただいてます。すいません。あ、全然テレビじゃないんですけど、YouTube なんですけど。YouTube? YouTube から。YouTube? ママ。探してきてみて。ママ、OK です。ママ。あ、ダメ。カメラ壊れるよ。いやいやいや、性能良くなる、もっと。いや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 。カレーです。カレーの煮付けと、あと今日のなんか一押しあれば。生かこれかな、ポテトかな。ああ、美味しそう。どっちにしよう。個人していいですか。はい。はい、もう何杯ぐらい飲んではるんですか。かなり缶が並んでましたけど。5分か6本飲んだか。500を。500、6本。3リットル。530、1500。まあ、店だもんな。カレーの煮付け、まずいただきます。美味しそうだわ。わー、しっかり煮込まれてて美味しい。かっこいいじゃん。ハイリキ注文したらグラスにレモンも入れてくださってるんですよ。これもポイントですよね。キープのボトルはどれぐらいでなくなりますか。いつも4、5回いちゃう。あ、結構すぐなくなる。いや、飲みっぷりがかっこいいですね。最近煮魚とか焼き魚食べてなかったので。あ、そうね。あー、なんか栄養取れてる気がします。うん、サントリーオールドの歌うことだろうか。あ、じゃあぜひ。ロンドンリオデジュビダでおでめっちゃ英語や。すごい。私歌下手なんで。練習したらいい。いや、練習してもなんか音程が合わないんですよ。それは亜鉛不足やな。何飲んだら亜鉛摂取できます。広島の柿とか、あの柿、海の柿、亜鉛が入ってる。亜鉛が不足すると、はい、音程が狂うのと、男女ともにその夜の営みがちゃんとできる。ダイナスボーリング先生知らん。ちょっとわかんないですね。もうなくなりはったけど。ウィスティン、何でしたっけ。え、ダイナスボーリング。ダイナスボーディング。ダイナスボーディング。ちょっと後でくぐります。
松坂行くよ。2杯目何もらおうかな。お会いしたことあります、清屋で。豚足食べたよ。そう、すごい。今日行くお店は清屋さんです。豚足と厚揚げ、食べたんですけど、他に常連さんだけど勧めてあります。オウムライスさんにしながら。オウムライスさん。オウムライス。オウムライス。以前最初の清屋でお会いした店員さんに、あ、すごい、いや、なんかあれどこかで見たことあるなと思って、でもなんかどこかで見たことありますとか言ったら、なんかナンパみたいじゃないですか。大会ですね。岡山や。ガンちゃんや。ガンちゃん。ガンちゃん。名前何やったんじゃ。レイランナン。ガンちゃん三代目かと思ったわ。フグのヒレを炙ってくださってますね。屋根がついてます。まだ取ったら、あ、まだダメですか。そこにマッチがある。マッチがヒレ酒の美味しい飲み方を教えていただきます。ここの、うん、あ、焼いたら美味しい。向こうで炙るんですか。うん、あ、香ばしくて美味しそう。あ、なんか色が濃くなりましたよ。今火ついてるんだけど、見えへんだけで。へぇー、実は暑いから。じゃあちょっと今のうちにクイッといただきます。あ、すごい香りが、あの香ばしい香りと、はい、フグのいい香りと、うわ、めっちゃ酔いそうな匂いがする。強いね。え、強いね。これですか。あなたかい。いえいえ。あー、フグのいい味がすごい美味しい。なかなか男でも飲む。男でも。あー、これでも。これ後々来るやつですね。ちょっとゆっくり飲め。いやいや、もう普段はあのカルーアミルクで、カシスオレンジです。カシスオレンジ。では2品目いただきます。瀬川さん、ベーコンポテト、あの勇気、アスパラ好きですかね。うん、このポテトベーコンはちょっと洋食屋さんに来たかのようなスパイスが効いてて美味しい。うん、やっぱり噂通りあてが美味しいんで、ちょっともう一品いっときたいと思います。もうすぐ2時で閉店になっちゃうんで。クジラベーコン、こちら400円です。クジラベーコン、本当に久しぶりに食べますね。昔ないよ、食べたい。ああ、懐かしいや、クジラベーコン。これな、花火の花火始まるすごい、県内花火が。じゃあほんまやね、これな。はい。お醤油とこのからしでいただきます。ちょっとくるりんぱと、クジラベーコンってクジラのベーコンってことですね。ベーコンやね。燻製？燻製？もう久しぶりやな、もう。また遊ぶ、うん、勇気。おいしい。噛めば噛むほど本当に味が出ますね。まん延防止。ここは土日はすごいですよ。でもその時によって夜ですよ。雨なんか降ったら最悪ですよ。ここ最大何人ぐらい入れるんですか。カウンターでずらーっと、こっちもありますもんね。これ読めるわ。桜見ながら歌いにくなってきて。まさかな、会えるなんて思ってなかった。ねえ、またお酒が飲みました。またメール、お疲れ様でした。またメールいる。メール知らん知らん。今日食べ飲みさせていただいた席の、あの後ろに貼らせていただきます。じゃあここに、はい、すいません。じゃあぜひ皆さん見つけてくださいね。はい、ということで本日は大正区にある酒の実り屋さんに行ってきました。お酒2杯と3品いただいて、お会計は1920円で2000円で足りました。
お優しいママさんと店員さん、そして温かい常連さんに囲まれながら美味しいお酒をいただくことができました。あての種類がかなり豊富なので、必ず食べたいあて、そして飲みたいお酒が見つかると思います。ぜひ皆様、酒飲みのり屋さんへ行ってみてください。それでは今日もご視聴いただきましてありがとうございました。各打ちたいと思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。チッペ、チッペ、お湯ですか？お湯割り、あ、お湯割り、はい、よ、はい、よ。